妙高地縁楽寺庭園は、神奈川県鎌倉市山の内に所在し、鎌倉御山にも列せられる、臨在州縁楽寺派の大本山縁楽寺の境内に設けられた庭園である。国の史跡及び名称に指定されている。1932年7月23日付で、縁楽寺庭園の名称で、国の史跡及び名称に指定されたのは、総門前の前提と、 形大奥の妙高地周辺の2カ所である。前提は、横須賀線や県道21号が通って、旧型を損じ、方形の広場は痕跡をとどめないが、円隔寺騒門の手前の線路を隔てた踏切の向かい側には、白鷺地と称する左右対称の方形の池が広がり、池に架かる石橋、高馬橋が現存して、騒門に通じている。白鷺池は、 その半分近くが埋められてしまったが、春には桜、秋には紅葉など四季折々の自然の情景が、池の周囲を飾っている。なお、白鷺地の名前は、遠学寺海山無学祖元が、そうより鎌倉入りした際に、鶴岡八幡宮の紳士が白鷺に身を変えて案内したという伝承に由来する。仏殿の前には柏を、はじめ様々な樹木が植栽されており、境内奥の庭園は、 剣無念間に無双祖籍が策定したものと言われる。この庭は、妙高地と称する北条池を中心に築かれており、池は岩盤を掘り下げて作られたものである。池の北岸にあたる山側には、波浪の侵食を儀した古藤岩が配されている。ありがとうございます。